おーす、セムです。いやー、自転車さん、トトルループさん、チャンネル登録者数が増えましたということでですね、公演を予定していたトトルループさんなんですけれども、まあ中止になったんですね。なんで中止になったのかっていうのを少しおしゃべりしたいと思います。その理由はですね、嫁に怒られたから。ごめんなさいね、トトルループさんの嫁がですね、こんなにコロナが流行ってるのに外に出てんじゃねえって、トトルループさんに怒ってですね、すいません、延期かどうにかしてくださいって言われてですね、その時ですね、その延期っていうのはですね、できなかったんですね。なぜかと言いますとですね、まあむちゃくちゃこう、うわーって抗議が来てたんですね、この部落解放同盟の方々から。開催するホテルの方にものすごい嫌がらせみたいな文章とか電話の方がガンガン来ておりまして、ホテルの方もですね、まあ嫌がってたんですね、まあテーマ的にもですね。でもですね、まあ付き合いが長いもんですから、こう私がですね、スーパーパワハラを発揮いたしまして、誰が主催してる公演だと思ってるんじゃい、何年オタクの会社と付き合っとるんじゃいっていう風なパワハラをやったんですね。そうするとですね、まあホテルさんも分かりましたということになってたんですけれどもですね、延期っていうお話はまあちょっとそんなこんなな状況でございますから、断られる可能性が高いと、会場空いてません、全然バツバツバツ、無理無理無理、なんで延期はできなかったと。じゃあズームで講演会とかすればいいんじゃないですかって言われたんですけど、まあさすがにね、テレビモニターをポコンと置いて講演会ですっつったところで、お客さんも集まってくれた中でそういうのってちょっとね、やっぱりこの生のお話を皆さん聞きに来ているんでね、でまあできなかったと。でまあこのぐぬぬって言ってた矢先にですね、あの私結構同居がございまして、そういった関連の方々とか893の方々とかいろいろとですね、まあ渡り合ってきたんですよね、こういう業界でございますから。どんな脅しにも屈せず頑張ったわけですけれども、鳥取県の支配者からですね連絡がございまして、でこちらの方はですね、絶対逆らってはいけない支配者っていうの方々ですね、参院に3人ほどおられるんですね。黒い人じゃないです、表のものすごい名家の方でございまして、鳥取島根の人だったらですね、皆さんご存知の方がおられるんですよ。まあ3つありますんでね、その方から大丈夫って声かけられちゃったんですね。このやめろとか言われないんです、大丈夫って声かけられたんですね。そうするとですね、はい、ご心配していただいて申し訳ございませんということで、こうなりました。さすがの専務も歴史と伝統にはかなわないということでございましてですね、トトルループさん、私ゴールデンウィークとか暇なんで対談よろしくお願いします。そっちに行くぜ、トトルループの嫁、お土産をたくさん持っていくからな、覚悟しとけ、鳥取の美味しいものたくさん持っていくからな。セムでした。